どうでした生ハムサンド。あ、美味しかった。美味しいでしょ、あれ。結構あれ、みんなハマってる人多いんだよね。無事に着きますよ、ね。前ね、こうやってもうちょっとあのおばはんが自転車をカゴにやるネット、はいはい、目の粗いやつ、はい、あれジェットヘルで落としてしまったついてなかったことだったんですよ。よくあるパターンです。これだけしっかりやっときゃ。ねえ、これ何年モデルでした。これは83年、俺が20歳の時ですからね。これクラッチ軽なりました。これで、いや、でもやっぱ元が軽たかったから、あ、個体差がものすごい激しいでしょ、刀って。うん、これあ、握力握る、あ、グリップ、うん、あれみたいな変わってる人もおるし、もうこれレストア前めちゃめちゃ軽かったんですよ。レストアしてからめっちゃ重たくなった、ね、なんで。いやー、なんでなんやろ。触ったら分かるわ。もういや、いやきつするわ。うん、手がつぶってくるでしょ。そうそうそう、だからまたオーバーホールドせなあかんし、クラッチこんな状態やったら乗られへんしね。なんでこんな激しいんだよね。やっぱり、まあ、スプリング以外考えられんけど。そうそうそう、まあ、1135にしたからいうのもあるし、でクラッチ滑ってもうたからね。もうちょっと前出すんですね。はい、お願いします。よいしょ、あっからしょ。でも綺麗なのは綺麗でしょ、まだ乗ってないから。とうわ、ほんまや。七つさやのたちともいるかな。へえ。1年星座は春夏秋よく通うでしょ、うん、はい。だけど北総七星だけはあの、うん、ね、北極星のすぐ上そばあって一年中見えるじゃないですか、はいはいはい、なんか大空から前もう一年中これは1型2型ですよ。16インチ、ね、16インチやね。だけど16インチだからね、あの昔流行った16インチを行き進めみたいな、あんな橋が出るから全然違った。ただね、U ターンしやすいとか、はいはいはい、交差点がまだやすいとか、うん、これは18になってるからまだ走りやすい、走りやすいんですよ。ノーマルの19はね、うち19ってみんな19のバイクやけど500だけ19、あとみんな18に落としてますから、18に乗り慣れた。8000いってるやん。もう一回りするやんか。もうちょっとですよ。ちょっと帰ったらそれぐらいなんじゃん。あと1000円ちょい。1000ちょいか。999なんか写真撮ってきます。はい、ああ、過ぎてしまった。素晴らしい。1回エンジン焼けてんの？いや、全然全く。ほら、めっちゃ丈夫やね。はい、23,450km で買ったんですよ。はいはいはい。もう来年で5回目の車検か、まあ、10年選手ですね。10年選手やね。燃費もいいし。21ぐらい、18ぐらい、持ってきます。おとなしく行けば。へー。僕らは岡山愛東海の仲間とみんなで120、30キロで飛ばして、うん、竜王ミーティング行っても大体、はいはい、他のみんなも大体21ぐらい行きますね。へー。まあ、中には悪い人もいますけど、うんうんうん、個体差大きいもんね。うん、どうぞ、また待ってください、はい、気をつけて。はい、ごちそうさまでした。もう少し近くではない。でも年4回は来てくれてるもんね。大したもんや。あと2台、あと1台。はい、よ、はい、はい、ごちそうさまでした。いただきます。